バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイ、5月の最初の放送でございます。皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。ようこは絶賛働いてます毎年のことながらね、ありがたいんですけれどもって言いたいんですが、結構ね、例年ゴールデンウィークは暇な歌手ですね、なんか言いながらちょっと寂しくなってきちゃいましたけれどもね。まあまあ、冒頭よりね、寂しい話をしたいわけじゃないんです。今年のゴールデンウィークは、プライベートもね、そしてお仕事も充実している、本当ありがたい日々だなと思ってね、まあそういうちょっとなんていうのかな、感謝を含めて最後まで皆さんにイチャイチャお付き合いいただけたらなと思いますので、今夜もよろしくお願いいたします。ではでは、1曲目久々にお送りしたいと思います。ようこのロックナンバー、フリーダム。風を切って新しい道を行く、体ひとつ感じるままに進め、スタートなんて遠い昔さ、両手握り力強く走り抜く、ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて、右手を回しスピード聴きいただきました曲は、ようこでフリーダムでした。実はですね、私昨日5月3日阿蘇で開催されました阿蘇クレイジーナイト、ハーレーダビッドソンのね、愛好家の方々のミーティングでございます。1泊2日で皆さん全国各地からね、阿蘇に、まあ、熊本県の阿蘇山のねところでね開催されたんですけれども、全国から集まっていらして、それでね、もうすんごいいいロケーションのもと、なんて言いますかね、まあキャンプですよね、テントを立てて、まあ、車中泊の方もこの季節だとねいらっしゃったかもしれませんが、まあ、遠いところだと北海道から車で今回は来たけどっておっしゃってました。でもね、北海道からですよ、熊本、だから熊本から鹿児島ってあんまりさ、こう差がないというか、まあ、早かったら2時間かかないで行けますからね、場所によっては。まあ、朝だと鹿児島から3時間はね見とかないといけないんですけれども、あ、そうそう、そういえば道中でね、あの事故がねあったみたいで、医師はね、サウンドプロデューサーでね、主人の医師はですね、1時間ちょっと予定よりも運転してくれてましたね。はい、大変そうでしたまあ一言ですが、よくね結構ドライブ好きなんでね、それこそね、長女のシノンと三重県四日市まで、はい、鹿児島市内から Google 先生に聞いたらジャスト1000キロをね、往復したことありますが、まあ、その話はね、まあ、なんていうのかな、
まあ大人の悪ノリじゃなくて子供の悪ノリでねもうね中学生だったシノンがねずっと起きててくれて、で車中泊でね、はい、過ごした時もね二人でパパって寝て、よし朝だ行くぞとか言ってね、楽しい思い出ですね。またそういうことしたいなって思ってたら、結構頻繁にね福岡もね家族みんなで行ったりとか、まあうちフットワークすんげー軽いので、でね、まあ、運転好きなんでなんですけど、やっぱりね1歳になったね次女ののんちゃんがねいると、ママママだし、あとちょっとね疲れが気になるので、あんまりこうさ泣かしたりしたくないから、基本パパがね運転してくださり、でママはのんちゃんのケアをしているみたいな感じなんですね。で昨日に関しては、まあそうそう、さっき北海道の方って言ったけど、まあそういうさ、こう道中の楽しみ、私の場合は道の駅とかね大好きなんでね、あここの地元はこういうのが盛んなんだとか、こういう加工品で、あ上手だな、美味しいなとか、であと鹿児島はね特にお野菜が豊富なのでね、仕事であちこち行くと道の駅によってそのお野菜を使って夜ご飯とかね、まあ大好きなんですよ。でそういう、まあ、旅が好きなんですが、北海道からだとさ船で途中来たのかなとか、まあ、そういう話ができないまま帰ってきちゃったんでね、まあ夢膨らみましたよね。だって北海道は飛行機でも1泊2日じゃないと帰ってこれないよね。いや2泊3日ぐらいじゃないと鹿児島と北海道往復できないのかな。だから車だとしたらもうどんだけみたいなね感じですよね。まあとはいえ鹿児島県内でもね、与論島と鹿児島、他の離島もかな、場所によっては1泊2日じゃないと移動できなかったりしますよね。うん、往復を日帰りで行えないのが鹿児島県の良さでもあります。なのでね、まあ時間の使い方とか、まあね昨日はやっぱりめちゃくちゃ早めに出たんですよ。もしかしたらゴールデンウィークで渋滞になるかもしれないとか、それこそ事故だとね2車線であっても止まっちゃいますからね。1車線も多いし、九州道はね、そうで、もうそれが良かったんですよ。だから時間にも間に合いましたしね。とはいえ予定はもっと早く行ってやろうって言ってたけど、まあ、それができないからすいませんって、予定ね遅くなっちゃいますとは言いましたけどね。まあとにかくゴールデンウィークもまだ引き続きね残り数日ありますから、皆さんご移動の際にはお気をつけて、そして沖縄もねすごい人で溢れてるんじゃないですかね。そして多国籍になってるんじゃないかしらって思います。めちゃくちゃ行きたい、なかなか結局行けないけど、私は梅雨時期以外で行きたいなと思っておりますので、引き続きどこかで現れますので、本当よ4月行きたかったね、ごめんなさい、もう本当ね、ひふみさんごめんなさい、もうぜひぜひ、5月以降どこかで皆さんお会いだってお会いしましょう。はい、ではではここら辺でねちょっと2曲目お届けしたいなと思います。阿蘇のお話はちょっと後ほどねお聞きいただきたいですね。ではでは2曲目、皆さんのことを思っていつも歌ってます、陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう。お聴きいただきました曲は陽子で
キス&ハグでした。そうでね、阿蘇のロケーション最高で、もう歌えば歌うほど、最初はイッシーのギターと歌ってたんですけれども、もうあのね、壮大な自然にイッシーのギターの音色が帰っていくみたいなね、素敵な現象が起きてました。あ、私たちって宇宙の本当一部としてね、生かされてるな、ありがたいなっていうようなね感じだったんです。でなおかつ陽子 の、 あの新しいカバーアルバムスターズを、あの主催の方がね、鹿児島のミーティングの時にね買ってくださってて、会場に行ったら流してくださったんですよ。もうね、陽子の歌もなんですけど、イッシーさんが頑張ってね、あの演奏してくださったりアレンジしてくださってる、あのオケと陽子の歌と阿蘇山に座れまくってね、最高でした。本当に嬉しかったですね。でなおかつ SNS に皆さんアップしてくださる時の BGM が陽子の声なんですよ、まあ、自分もそうだったんですけど、もうね、どんなご褒美なんだろうと思って、歌う前からすっげえ幸せでした。それでね、私たち一家はキャンプとかアウトドア大好きなんですけれども、小型のね、あのテントをね持ってたんですよ。ワンタッチテントをね、まあ、子供たち大人気の隅っこ暮らしのねまあめちゃくちゃ可愛いのがあるんですけど、まあ、そこにね、あの PA 席の前にあの立てたんですよ、テントを。そしたら、あの、のんちゃんももうブンブンして、もうなんていうのかな、いろんな人に手も振るし、なおかつお昼ご飯もその中で食べたらね、あ、美味しいねみたいな、ニコニコしてね、まあ可愛かったですね。今日歌いに来てんだよね、まあ仕事なんだよねと思いながら、私たちもすごくあのプライベート感充実でね、はい、あっという間に終わっちゃったんですけどね、うん、なぜかと言いますと、その後私とのんちゃんだけ新幹線で移動をして、鹿児島でね一つステージをね打たせていただく機会があったのでね、同窓会をね開催されているところだったんですけれども、お世話になっている方々がね、節目の同窓会でね、ハッピーな笑顔いっぱいでね、はい、まあそれもドラマがありましてね、7時1分の新幹線に乗りたかったんですけれども、もう Google 先生をねどう見てももう7時1分以降にしか到着しないと、熊本駅にどうしようと思ったら、最後の5分くらいで巻き上げてね、 Google 先生がえ、これって間に合っちゃうのと思って、まあ、のんちゃん抱えて私はダッシュで、医師は車でね鹿児島に一人で、ね、戻ってきてくださったんですけれども、そしたらねドラマのようでしたね。13番乗り場着きました。ドアが閉まってます。え、新幹線間に合わなかったと思ったら、ポーンって開いたんですよ。今からマジと思って、もう一瞬キョトンです。間に合わないと思ってたから、まあ赤ちゃんね、まあ9キロぐらいの赤ちゃんは抱えて走った走った、まだ私いけるなって感じだね。まあ誰もさ、そこをさ見てないし、もうなんていうの、本当人生ってドラマの連続だなと思って、音楽の神様今日もありがとう、間に合ったよと思って、で早いのね。医師は車で3時間ちょっとかけて鹿児島まで帰ってきてくださったのに、私は悠々自適に50分もかからないで新幹線ですよ。だから7時1分に熊本駅にいたけど、鹿児島のセンテラス天文館には8時前にいたの。すごいですよね。8時か8時ちょうど。だから1時間後には鹿児島でもう歌ってる陽子がいたっていうね。ほんと文明の発達にありがとうございます。おかげで多くの方と一緒に音時間をハッピーに過ごす一日となりましたっていう日でしたね。まあとにかくね、ほんと感謝の連続で、私いろんな形でねこう歌わせていただくこと今まであって、まあ断らないんですよ。断りたくないんです。だからよくはね、その出演料はどうのこうのとか、そういう大人の事情をさておき、時間が許せばどこへでも行きますと。でね、今度は8月の末にね、鹿屋で、鹿児島県の鹿屋市であるミーティングにもねお誘いいただいておりますが、そこはバンドで行けないかなとかね、まあ、鹿児島なんでね、そう若手をちょっとね口説いて行ってみようかな、ロックな感じで行こうかなとか思ってるんですよね。でまあそういうね、わけあいあいとした音楽音時間をね、もう今日すごい興奮してるから噛みまくりですね、音時間をね、まあ、いろんなところでね、いろんな方とね過ごしていきたいっていうこと意思は思っています。で今ね新曲も作っているんですよ。でね、5月13日告知します。母の日イベントを開催します。場所はセンテラス天文館で、なんとその日にアルベルトさんによりますプロモーションを兼ねたねピアノ演奏のステージもございます。イタリアニッシモというね
プロジェクトチームなんですけれども、鹿児島でねずっと道光さんという方がねイタリアと鹿児島の音楽をつなぐ音時間をねつないでいらして、イタリアのね一流のアーティストさんが日本に年に 3,4 回いらしてたみたいなんです。そのプロジェクトを毎回鹿児島には絶対いらしていただき、そこから全国に進んでいけるようにということで、3つの会社の鹿児島ご出身の代表さんたちがね立ち上げられた、イタリアにしもというプロジェクトです。で6月6日にサンエイド鹿児島でピアニストのねアルベルトさんによりますステージが開催されるんですけれども、そちらのプロモーションを兼ねて5月13日はセンテラス天文館で母の日イベントでねもうグランドピアノが入ります。すごいよねあの場所にグランドピアノって、最高じゃないですか。で陽子も、1曲ご一緒できる予定です。そのために、今新曲作ってます。もうねイタリアの風を勝手に感じて勝手に妄想してで、ね、スケール大きくっていうのはなんかこう尊い言い方になりますけれども、感じることって同じじゃないですかね。国が違っても、出身地が違っても言葉が違っても音楽を通した時に感じる受け取り方、受け取り方、受け取り方ね、受け取り方とそして、発信の仕方は一緒ですよね。そうもうね最近めちゃくちゃ濃い音時間だからもう興奮しちゃいますね。やっとラジオで話せると思ってね。そうなので、新曲披露もお楽しみに。そして、アルベルトさんの、私もクラシックピアノ手なのでねもうピアノ大好きなんで一緒に楽しみましょう。そしてジャンケンマンもステージをしてくれます。娘のシノもジャンケンガールズ、最年少歌担当として参加予定ですのでね、ぜひみんなで濃い音時間過ごしましょう。そして、もう一つ皆さんに、感謝の出来事がございます。その前に、私の大事な一曲陽子でアンフィニッシュドストーリーお聴きください。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その先の温かな未来、隣で微笑むあなたの全てを包む太陽のような強い私でいるから、一つの出会いが
ただきました曲はヨーコでアフィニッシュトストーリーでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。ではではここで皆さんに、ここもう最近テレビ見たよ、よかったね、そして結婚おめでとうっていうね、なんかすっごく喜んでいただいてるメッセージがもうびっくりするほど嬉しくてね、はい、ではでは、ここでゲストっぽいゲストお迎えしたいと思います。石井こんばんは、ゲストの石井です。いやいや、まだまだゲストっぽいゲストですよ。まだですか。まだです。実はですね、私たち、4月29日私の地元鹿児島県志布志市志布志町で開催されていますお釈迦祭りにてアコースティックライブ、ピアノ北園真由美さん、ギター石井、歌陽子でお届けさせていただいたんですけれども、なんとその日、新婚さんたちのねための人力車パレードがございました。もともとはねシャンシャン馬といってね、あのちゃんとした言われがあったんですけれども、馬のね確保がやっぱり大変ということで、今年から人力車パレードになった記念すべき1回目、なんと人前結婚式付きで陽子と一緒お祝いしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。実はですね、2回ほど私たち抽選会に行けないからって言ってお断りしていたんですけれども、私のおじいちゃんがね、抽選に行ってくれ、そして引き当ててくれ、なんと4組の何ていうんですか、では応募、いや、決まったのが4組だと、多数の応募から4組決まり、なおかつ人前結婚式に当たったっていう、だから1組だけなんですよね。そうそう、私たちガチの結婚式してきました。ありがとうございます。ありがとうございますでね、そのインタビューの模様がね、あの民放のね数局テレビ局にもね取り上げていただき、でそれを見た皆さんからおめでとうというメッセージもいただき、じゃんけんマンなんてツイッターに上がってるよって言って、ね、ね、ありがとう、そうなのって言ってね、びっくりでしたね。びっくりでしたね。そうなので、陽子がニッコニコしてありがとうございますって言ってる写真とか映像とか、うんうん、私の SNS にね、アップしててね、はい、そう見ていただけますので、はい、ぜひ YOKO 陽子鹿児島で検索していただきますと、各 SNS、ホームページ、そして YouTube アップされてますので、ぜひご覧ください。ご覧ください。僕もちょっと喋ってますよ。あ、そうですね。ほんのちょっとですけど。まあね、石井さんがもうね、やばいの。もう新婚さんっていうのを私たちやっと自覚してね、なんていうのかな、別に普段の生活が老夫婦みたいな感じでもないんですよ老夫婦な感じもないし熟年夫婦感もないんですけど、もうとにかく仕事とで音楽制作とそして子育てとに追われてるわけじゃないですか、うんうん、で仕事っていうのはライブですから、人前で歌ったりね、移動したりって、で家にいると制作して、でやっぱりほら子供たちがメインなので私たちの人生ね、はい、はい、のところにいきなり新婚さんって言われると、おおってなってるところにも、石井さんあのパレードでねずっと皆さんからおめでとうおめでとうって言ってもらってるから、うんうん、もう ねめちゃくちゃ幸せそうでした。気分がもう盛り上がりました、盛り上がりよかったです、はい、私花嫁なのにもなんか花婿のための結婚式でしたね、うんうん、皆さん、ね、石井のためにありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで、おかげさまで、ね、でステージ上でさ MBC でね、とてもあだけじゃないんですけれども、まあもう本当多方面で活躍されてる竹野内さんがさ MC してくださってて、まあ仕事でお世話になってるからこそ私たちになんかなんていうのインタビューしづらかったけど、最後の最後で年の差いくつですかと、うん、そしたら、ね、石井さんが25、6ですって、で61歳と36ですって言った。そしたらみんなどよめいてて、それを私の親友のお母さんが撮ってた携帯にすんごいどよめきだったってもうね、あ皆さんどよめきもありがとうございました。どよめかせしましたまたね、もう最近いっぱい話すことあったので、またね、あ思い出した頃にねいろんなお話をしていきたいなと思いますが、取り急ぎ感謝の気持ちをお伝えしたかったんです、はい、ではでは皆さん1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。陽子と石井もそして石井ファミリーみんなね、
それぞれに、ね、幸せに過ごしていきます、はい、ハッピーに過ごします、そうそう過ごしましょう。なので皆さんももっともっとハッピーでありますように、はい、では次はひふみずバーです。楽しみましょう。せーの、バイバイハッピー。